本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらでございます。表裏開けます。はい、収納ポーチです。いいね、しかも結構厚みがあります。弾力性がある生地です。トリセツ、こちらすべて日本語、中に4つ分かれております。まずこいつから。はい、 AC アダプタータイプ C ですね。続いてこちら HDMI ケーブル、長さは、おお、長めですね。かなり長いですね。続いてこちら USB とタイプ C、 こちらも長めです。そして最後の箱、はい、タイプ C、 こちらは少しさっきよりも短いものですね。3本ケーブルが入っています。では本体いきます。薄紙に包まれております。こちらでございます。ケースにちょっと一旦閉まってみましょう。これだと衝撃に強い形になりますね。はい、こんな感じですね。で、使うときは剥がして、はい、モニター本体、重さ 546g、 裏、横なんですけども、どのケーブルか名前が書かれていて分かりやすいですね。こちらにも4つございます。滑り止めが両端についております。そしてここ開けると、はい、ぐわっ、スタンドになる仕様となっております。で、このスタンドを開けると認証マークがいろいろと載っております。はい、こちらはもう段階がなく自分の好きなところで止めます。最高開くと、はい、こんな感じです。重さは 660g。 はい、でこちら見ていただけますと、厚さですね、一番厚い部分、こちらですね 13mm、 ベゼル一番薄いところは 6mm です。で、このスタンドに関しては0から45度まで自由に角度を調整することができます。15.6インチ、大画面について、本体モニターは 15.6インチ、 LED パネルで解像度は 1920×1080。178度の高視野角で、どの角度から見ても映像ムラが少ない仕様です。アスペクト比は16:9、優れた明暗さ、色彩表現ができる HDR 技術が搭載されております。またブルーライトの放射によるダメージを効果的に低減し、ちらつきがなく長時間でも見やすい仕様となっています。3つの表示方法について、こちらのモニター、映像を複製、拡張、セカンドスクリーンモード、これら3つからお好みで選ぶことができます。作業だったりゲームだったりビデオ鑑賞などがさらに快適になります。本体とても軽量なので、在宅勤務だったりコワーキングスペースにて素早くもう一つの画面として使うことができます。多機能接続について、こちらのモニターの接続端子には、こことここですね、実用性が高い HDMI 端子、 USB Type A、 Type C、 これらが搭載されています。スイッチ、プレステ5等も複雑な設定いらずで簡単に接続をすることができます。特にゲーム機については、この付属している HDMI 端子、こちらですね、このケーブル1本で映像を映し出すことができます。挿して込みます。そうすると、はい、全く同じ画面が来ます。こういう感じで、まあ、操作することができます。キャラクターのキャスター、マルチタップ10点スクリーン、特徴的なタップですね、タッチですね、こちらを使う際はソフトは不要。付属しているタイプ C ケーブル、両端がタイプ C ですね。このケーブルを接続するだけで簡単にタッチ機能を使うことができます。ただこちら注意点として、タイプ C のみの限定接続です。相手側の接続機器、こちらが USB3.1 以上のサポートとなっております。こちらはお気をつけください。なお Apple デバイスの場合はですね、タッチは10点ではなくワンタッチのみとなっております。この最大10点タッチが可能な場合、液晶画面をタッチするだけで
画面の拡大だったり縮小、クリック、ドラッグなどの直感的操作が可能になります。こういったタッチ機能を使うことでキーボードやマウスを接続する手間が省け、作業スペースを大幅に節約、快適環境をすぐに使うことができます。こちらのモバイバルモニターいかがだったでしょうか。比較的軽量でサッとカバンに出し入れができる商品、特に外出先で画面の小ささに困っている方、こちらのモバイバルモニターを使って解消してみてはいかがでしょうか。また割と新しめのパソコンを持っている方は珍しいタッチ機能も搭載していますので、こちらもとてもおすすめなポイントとなっております。こちらの商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。モバイバルモニター結構これいろいろ便利です。持ってない方はぜひ本番いきます。よーい、アスペクト、こちら報道録がありますので、こちら側面を見ますと、こちらがモバイバルモニター。ちょっと一旦バッテリーなくなるから止めとこうか。